じゃじゃーん。ほら、木だよ。私に木なんてもらうのは初めてだよ。ここは母さんのお気に入りだったんだ。夜、わざわざここに来て庭いじりしたりしてさ。俺を連れてね。思い入れがある場所だし、ここに植えたくて。ごめんね、手入れもしないで。いいよ、そんなの俺がやるし。で、君は音楽の担当だ。さっきすごかったし。ありがとう、弾かせてくれて。楽しかった。俺も楽しかった。来年もやってくれるんだろ。どうした？ううん、何でも。ただ一年先のことすら考えてなかったんだって今ので気づいちゃって。じゃあ考えてみよう。鉱山の町のアレックス・チェン。主役は誰？もちろん私。目閉じて。季節は冬。いい天気だ。君は家を出て職場に向かう。どこ？やっぱレコード屋かな。きっとステフが大喜びするな。いつか彼女の仕事が横取りされるとも気づかずにね。仕事を終え、君はこれからどんなことをするだろう。暖かく、日没まで時間がある。答えは？せっかくヘイブンにいるんだし、山登りとかいいかも。あれ買わないといけないんだけど、あの杖みたいなの。トレッキングポールか。確かにあれは山の必需品だ。山に入ると誰か近づいてくる。誰？この町で他の誰よりもイケてる男さ。その男が超バッチリに決めて近づいてくるんだ。ジャケットの裾をこうヒラヒラさせながら。あ、ダサ。ああ、そのどう思ってるかはわからないけど、もしこの町に根を下ろしたいんだったら、きっとみんな力になってくれると思うよ。さっきの木みたいに？ああ、だね。あのさ、俺君のことが好きだ。ずっと思ってた。君より素敵な人なんてどこにもいないって。ここでキスだ。勇気を出せ。今すごくキスしたい気分。
祭りに戻らない？なんか食べよう。うん、でも後でね。ああ、そっか。じゃあ、後で。